や先輩どうでした。いやなんかね、うん、技術1だった俺が、うん、ちょっとまた新たなね、なんかこう大人になった自分でできそうな、なんか楽しさを今日はね出会いましたよ。楽しさと、いや30何年ぶりかにリベンジできたんですよ。いやそうですよ、ね、これですよ。いやこれできちゃうんだもんな、うん、でもまだまだいろいろ作りたいと思ったんじゃないの。いいですね、いいですね。あの工具のね種類もいいんで、うん、もう本当にあとやっぱこの木ですね。木だね、木を作っていきたいと思いました。だから何作りたいですかね。僕ね思ったのは、やっぱりワインだとか、シャンパンだとか日本酒だとか、そういう入れるいわゆる木箱を作って、例えばプレゼントしてもいいし、なるほどね、自分なんかこう中にねシャンパンとかワインとか入れてプレゼントしたりするの、はいはい、おしゃれじゃない。したらこれ M21、 そう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 、もう、ま、いいいい、そうマイブランドを作って、いやー素晴らしい素晴らしい。それその時箱を返してもらうんですね一応ね持ってて買い返してもらう。あと俺はね今もうなんていうの、DVD とかテレビ薄型になってるじゃないですか、うんうんうん、最小限の薄いテレビ台、もう場所そこで使わないですもんね。そうかそうかそうか。だから今こんぐらいでいいんじゃないかっていうの、もうね薄型テレビだからね。でも売ってるの大体やっぱまだ幅広いんですよ、ね、こんぐらいのちょっとね作ってみたいなっていう。おしゃれなのね。いいですね。で家族のネーム入れたりね。いいですね。もうパパこれ結婚してからやった方がいいですよね。あそうだね、付き合ってるとね別れた時にね。なんかこうそこまで考えなくていいんじゃない。そうかそうか、幸せのことばっか考えればいいじゃん。マジックで塗ればいいじゃん。塗ればいいじゃん。さすがさすが。もういやいいですね。なんか木の温かみをね感じながら、今日は本当にいいですね。いやこれやるとちょっとね、皆さんの目をこっち側にね、くぎ付けできます よ, ですよ、ねえ、いやいや、いいじゃないですか、ね、もし、なんかいやいやもっともっといい、ね、いろんなものにチャレンジしていきましょうよ、ね、T シャツも作るよ、T シャツも夏ですよ。そうだね、作りましょうよ T シャツ作って、ちょっと海での何かをね、署内で遊びに行きますか。行きましょう行きましょう、ね、よし、ありがとうございました。